はい、1385回始めます。7月24日未明です。朝今3時40何分ですね。はい、今ちょっとね、急に眠くなっちゃって寝ちゃいましたよ。20分ぐらい、カタンと落ちるんですね、すぐね。はい、寝てちょっと起きたらね、調子出てきました。はい、眠かったんだね。ちょっと声が裏返ってたね、さっきね。はい、で、週刊スパから、1385回、これね、大変だなと思いますよ、こういう人。化学物質過敏症っていうのがあるんですね、に苦しむ女性、書かれてます。柔軟剤とか香水とかにも反応、まあ、タバコはもちろんだけどね。もうタバコだったら数メートル離れた喫煙者の匂いでもうめまいがしちゃうというぐらいのもんですよ。ね、化学物質過敏症、最近増えてるんじゃないですか、週刊スパからですね。加盟34歳の女性、矢沢義恵さん、はい、34歳、この人出てます。まあ、例えばね、障害者とかね、何か難病のようなもので、ハンディを抱えた人との共生社会の実現に向け、世の中は動き始めてますと。だが、周囲に理解されず生きづらさに悩む、実情をどれだけの人が理解してるだろうかということで、さまざまな生きづらさっていうのをね、渦巻く中、認知を広げるべく、当事者の声を聞いたということで、はい、もうタバコの匂いとかね、タバコの煙とか排ガスの直撃に備え、もううがい薬とコップ、鼻洗浄ミストや詰め替え用のマスクなど、詰め替え用のマスクなどをもう常時携帯している人がいるということ。化学物質過敏症、些細な匂いで、頭痛になると、でも怖くて外にも出られないよというような状態みたいです。文明社会を覆い尽くす、化学物質で、生活がままならない人がいると。関東地方に住む事務職の矢沢義恵さん、加盟34歳は1年前に化学物質過敏症と診断されたと。で、今は、会社を休職していると。この方ね、7、8年前から隣のデスクの喫煙者の社員の衣服についたタバコの匂いで頭痛に襲われるようになった。これが7、8年前で、矢沢さんね、の体のセンサーはどんどん鋭敏化、鋭くなっていたと。で、数メートル離れた喫煙者の、匂いでめまいが生じるようになり、会議室の残りの匂いね、残りの香りにも耐えられないと。会議室ね、みんなで会議した後の残りの香り、これですら耐えられないと。で、もう頭がフラフラして、机に顔を突っ伏したり、自分で何を話しているのかわからないと状態になったり、記憶が飛んだりする症状が急加速していったと。で、1ヶ月半家から一歩も出られないこともあったと。タバコアレルギーや貧血なのかなと最初思ったが、ツイッターでこの病気を知りましたと。で、その後すぐ専門医から、化学物質過敏症っていう診断が下されたと。で、排ガスとか人工香料の柔軟剤、にも反応するようになり、洗剤関連は全て無添加に変えましたと。で、外に出る際は、もう本当外に出るのも難しくなって、ひどい時には1ヶ月半も家から出られなくなったと。で、コロナが明けてもマスクは手放せないんで、もうコロナノート、揶揄されそうで人目も気になると。でね、友達にも気軽に会えないし、婚活もしたいのにっていうことでね、外に出られず家にこもる日々が続くと。孤独を感じてると。もう精神的にもね、こうなってくると精神的にもちょっと患ってしまいそうだということです。大好きな、旅行にも行けないし、会社復帰も難しそうなので、完全リモート、の職業に、職場に転職するしかありませんと。旅行は行けないし、生きてる意味、もうそこまでなりますよね、こうなると。生きてる意味がわからなくなりますと。ね、
どうかね、強い柔軟剤とか香水で苦しむ人がいるっていうことをね、知っててほしいと。路上喫煙はもう絶対にやめてほしいと、うん、強く訴えた矢沢さんね、うん、はい。化学物質過敏症、ここでちょっと説明あります。極めて微細な化学物質を自らの許容量を超えて浴びることで頭痛やかゆみ、疲労感、嗅覚障害や疲労感といったね、症状を催す症候群、治療法が確立されておらず、原因となる化学物質から身を遠ざけることが最も有効とされるということで、まあ結構いらっしゃると思います、うん、この方はね、言ってる通りだと思いますよ。でね、うちの奥さんがね、まあうち結婚して10年ちょっと、10年以上は経つんですけど、まあ結婚した当初はね、私もタバコのことも、まあ私ずっともう20歳ぐらいから、ずっと20歳前ぐらいからずっとタバコずっと吸いっぱなしでね、まあヘビーな方だと思いますよ、うん、うん。で、まあ今は一箱ぐらいかな、一日、それぐらいだけど、吸う時はもう結構それ以上吸ってましたから、でずっとコンスタントに吸ってるんですけど、うちの奥さん結婚した当初はそんなにね、言わなかったけど、だん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 ね、要求が強まってきてね、もう本当に 服の匂いとか、もう透明、3メーター、5メーターぐらい離れてるところから臭い臭い言い出してますから、これは私なんかの嫌がらせかなと、うん、ちょっと大げさなんじゃないのと。ね、私も譲ってきてるんだけど、どんどん要求が高まってるんで、おいおいと、ちょっとあなたちょっと自分の主張強すぎないかみたいな感じで、まあ言ってるんだけど、こういう話聞くと、まあやっぱどんどんその感覚が鋭くなっていくのかなっていう感じしますね、こういう人たちは。うん。症状が悪化していくっていうのかな。うん。ねえ、この人本当、路上喫煙は絶対にやめてほしいですって言ってますから、まあ私やんないですけど、路上喫煙はね。やんないんだけども、まあまあまあ、ここまで言うのも、まあね、私が喫煙することによって、または喫煙してて、服とかの匂いでね、誰かが頭痛になったりね、めまいになったりね、家から出られなくなるなんていうことを考えたら、まあ申し訳ないなとは思うんだけども、なんていうのかな、まあ、あとこの人は柔軟剤とかね、香水とか、もうおそらく体臭なんかでも匂いね、感じる人でしょ、おそらく、化学物質、過敏症。体臭はまだ別なのかな、うん。まあでもこれはね、昔いなかったように思う、うん、こういう人は、うん、いなかったっていうか、まあいてもほんと少なかったんだと思うけど、最近は多いと思いますよ、はい。まあなんて言うんだろう、何にしてもそうだけど、やっぱり免疫、うん、つけるのって大事だと思いますよ、私は、うん。もう慣れるしかないんじゃないかな。私なんかタバコで言ったら、もう父親がね、タバコしながらね、麻雀仲間呼んで、家で宅囲んでですよ、4人なら4人で、もうタバコプカプカ吸ってね、6畳とかそういう狭い部屋で、もう視界がね、2メーター、3メーターぐらいしか見えないんじゃないかっていうぐらい大げさだけど、それぐらい、まあ昔のタバコっていうのはね、煙バンバン出ましたから、本当に煙だらけの部屋で私育ってるんで、鍛えられてると思うんですよ、私の場合タバコに関しては。昔なんかそうですよ、うん、本当にいろんなところで見た、当たり前に男性喫煙率なんかで8割超えてたんじゃないの昔、うん、それぐらいの時から比べたら、今のこのタバコ嫌いのこの世の中の変化もあって、うん、タバコ一つとってもそうだもん、これ化学物質、柔軟剤とか香水とかね言い出して、これで頭痛になってめまいになって外出られなくなるっていう人、まあしょうがないんだけど、同情するしかないんだけど、これその人の立場になったら社会生活営めないよね、こうなると。結婚なんか無理だよ、うん、ねえ、まあ子供を産んで育てる時は学校とか行ったりね、なんかの活動で集まったりする時にいちいちめまいして頭痛してるんで、あら、ほんと何のために生きてるのか分かんないってなっちゃいますよ、この人。ね、仮名なんとかさ、なんとか吉江さんじゃないけど。まあ、かといって世の中ね、本当に気をつけろって言われても、まあね、柔軟剤まで言われても、これ、ね、本当に。匂いがまた好きだっていう人もいるしね、柔軟剤の匂いね。
あとこれある日突然なるんだろうね、ある時突然、うん、なんかのまあ病気だってそうですよ、ある日突然なりますからこういうの、うん、まあ本当にどう、うん、まあ人間が変わってきたんだと思いますね、人間の、まあいろんな意味、普通にね、我々食べてる食べ物の中、冷凍食品とか、まあ何でもいいですよ、加工食品、ほとんどそうですよ、ほとんどの食べ物、もう加工食品、冷凍食品とかの中に含まれてるいろんな物質、添加物とかの影響で我々の体が変わってきてるんだと思いますよ、うん、はい、昔に比べると、もうそれ言っちゃおしまいなんだけど、本当にね、デリケートな人っていうか、こういう過敏症みたいな人っていうのはたくさん出てきてると思う。あとマスクがね、こうやってね、コロナ上げてるのに外せなくなったっていう人も多々いると思いますよ、いろんな意味で、うん、はい、ということで、まあ化学物質過敏症今回取り上げてみましたけど、この仮名ね、なんとか吉江さん、こういう人ほんとね、まあ矢沢吉江さんか、まあ同情するしかないんだけど、まあこういう人がいるってことね、まず頭に入れること大事で、近くにいたらやっぱりね、気ぃ使う。私なんかでもこういう人隣にいてもね、タバコをやめるわけにいかないから、多分私の服とかからは毎回ね、匂って苦しめるんだろうと思うけども、これね、言われても困るね、うん、そこまで言われても対処のしようがないっていうかね、うん、慣れてくしかないんじゃない、まあ慣れろっていうのもね、なんだけど、だんだんね、こういう人症状が悪化するからね、これね、本当に世の中が合わせるのもね、うん、できるのかって感じだな、ここまで来るとね。えタバコだけならまだしも、柔軟剤とか香水とかちょっとしたね、匂いでもうアレルギーみたいな感じになっちゃってね、体の拒否反応を示してますから、うん、これじゃもう友達にも会えないし、外にも出られないし、電車乗れないし、結婚活したいのにって、もう結婚だってできないよ、うん、大変だよ、うん、どうすればいいの、治療を確立されてないと、その匂いのね、元から遠ざかることが最も有効だとされてるって、これは大変な病気ね、意外と大変だよこれ、障害者並みだよ、うん、障害者手帳を発行するぐらいの勢いですよこれは、はい、そんな、うん、本当にこういう方いらっしゃるっていうことね、うん、一つ紹介っていうことをしました。最近増えてると思います、はい、ということで皆さんの周りにいらっしゃらないでしょうか。私の周りにはね、まあうちの奥さんなんかが割とこの系統だけど、ここまでは来てないな、過敏症までは来てないけど、ただ年々悪化してるのは間違いない、はい、ということで1385回化学物質過敏症のお話しました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。失礼します。